おはようございます、村岡美里です。今起きました。今朝の準備を取っていきたいと思います。歯磨き終了です。とりあえず今目が覚めたばっかりなんですけど、朝はこの最近はこのアベンヌウォーターで顔で水浸しにして、もうこれが洗顔、アベンヌウォーター洗顔でこうやって拭き取る感じ。なんか水で普通に洗っちゃうと油分が落ちる感じがするので、このアベンヌウォーターをバシャーって吹きかけてコットンで拭き取って顔を洗うようにしております。なんかね、これ最近それ調子いいかもしれないです。これでね、顔を洗うとね、なんかすごい調子よくて、で次にじゃん、ルルルンのパック。夜はメディヒールとか1個入りのね、ちょっとリッチなパックを使うんですが、朝はもう30枚ぐらいかな入ってるこのボックスタイプをやります。最近日焼けとかもそうだろうけど、紫外線ダメージもすごそうなので、こんな感じで朝はもう本当になんかこの前もテレビで言ってたけど、今の紫外線って多分なんか焼けちゃったとかの紫外線じゃなくて、皮膚に悪い悪影響の焼けるとかじゃなくて、説明が全然できないんですけど、体この部分とかもそうだし、顔の部分もケアをしてあげないとやばいんだろうなと思いつつ、ちょっと念入りに夏場はしてます。はい、あとね、最近私のお気に入りのこの櫛、リファの櫛なんですけど、これなんか本当に朝私結構髪の毛ボンバーなんですけど、めちゃくちゃツヤが出てよくて、あと毛並みがね、こう毛並みというかこの櫛の部分がすっごい柔らかくて、頭皮のマッサージもすごくいいんですよ。でお風呂でマッサージ用に使ってもいいみたいなんで、やっぱ髪の毛系はなんかね、リファにすごい絶大な信頼を置いてますね、今私は。ストレートにしていきたいと思います。もうリファはなんかしっとりなのよ、全部。私はね、すごく天然パーマなんです。なんか綺麗になったと思ったらまた癖がね、やってるうちに戻ってくるから、今更だけど顔大丈夫かな。はい、で上の段もやります。なんかね、私あれみたいのよ、ジブリのやつ、君はどう生きるかってやつ。皆さんどうでしたか？あれは結構いろいろ口コミ見てると賛否ある感じですけど、最近私は進撃の巨人にハマっておりまして、漫画ではもう最終回まで出てるそうなんですが、アニメが今年の秋ぐらいが最後、アニメ今最終話の前編だけ出てて、最終話の後編がアニメ9月ぐらい出ると思うんで、先に漫画読んでようかなと思いながらも、なんか今葛藤してる最中です。秋まで待ってアニメ見ようかなって思って。はい、それではパックも終わりましたので、早速メイクをしていきたいと思います。そしたらまずはこのマックの下地を塗ります。これはちゃんとね SPF45、 ツヤを残しながらトーンアップしてくれるし、ここ最近出会った中で最強下地です。潤いとか、そういうこう肌から自然と、これなんかわかります、このツヤとか、ツヤって自然と発光してる感じのツヤになってくれるので、これめちゃくちゃいいです。でちょっと首の境目がおかしくならないように伸ばして首まで塗る。ビスのコンシーラーを目の下に塗る。これですね、これはオレンジで、目の周りのくすみとかくまにはオレンジが合うので、で鼻の付け根とかね、まあこんな感じですね。肌が分厚いと顔が大きく見えていくので、もうこんなもんにして、気になるところをコンシーラーで隠すぐらいにしてます。じゃじゃん、このね、ここの眉毛の色がすごい好きなので、しかも筆もなんか硬くて描きやすくて、毛流れに沿ってちょっと埋めていくぐらいの感じ、もうちょっとずつ埋めていく感じで、眉毛結構私今パーマもしてるから
意外に流れもそんなにせずとも、なんかこんな感じで。朝は基本最近は食べてないんですけど、知り合いにお土産で美味しそうな食パンをいただいたので、それを食べたいなと思ってるんですけど、時間あるかな。パウダーをちょっと程よい感じに落とすっていう意味もあって、この後に眉毛の毛流れを整えます。まあ、こんな感じかな。はい、こんな感じにしました。エクセルとクリームアイシャドウ、こんな感じで塗っていきます。こういう色、もう結構色つくんですよね、これも。そして目の下も指でスーッて目頭を重点的にのせていきます。ナーズのアイシャドウのここの色か、この色を二重幅ぐらい塗っていきます。これはでも前回出してるメイクと全く一緒な気がするので、あんまり変わらないんですけど、ちょっとブラウンメイクなんですけど、気持ちオレンジがかった夏っぽいメイクにしてます。このぐらい。そして目の下はこの平筆で同じ色を取ってのせていきます。ここら辺にちょっとなんか目の下ライン引くみたいな感じでスーって。で、毎度のことなんですが、このタイミングでリップ、これもアフターグローリップバームっていうナーズのなんか同じ時期に出たやつかな、これを塗ります。これがね、こういうちょっとブラウンオレンジみたいな色で、アイメイクとすごく相性がいいので塗ってて、なんかあとリップクリームみたいにそこまで色がつかないので、こんな感じ、ほんのりつく感じなので、なんか大人っぽいメイクになりますね。そして裏まつげを上げましたら、その間をこのブラウンのアイライナーで埋めていきます。こんな感じです。メイクこうやって全然違いますよね。まつげの間を埋めるとこんぐらいかな、こんぐらいピッて出します。最近変わってないですよね、マスカラもね。同じやつなんですけど、キングダムのカールマスカラで、まつげはパチパチが大好きなので根元から吊り上げていきます。これは束っぽくなりますよって書いてあったので、束っぽいまつげが好きなので、パサパサより買ったらめちゃくちゃいいから、なんかこれこのマスカラで松江くって聞かれてるのもありそうなんですよね。ほんと松江く風のまつげになる。これ下も塗る、その日の気分によってメイクを変えてるんですけど、今日はもうそのままシンプルにいこうと思います。で、リエンダのお気に入りのハイライト、ストレートにパサってしてるだけだと結構やっぱ私は毛先がパサついて見えちゃうので、内側に入れてギュッてね、こうやって内側に入れてちょっとツヤをツヤっぽく見せるように工夫してます。で、内巻きも一気にとりあえずまとめてやったら、こう表面の毛だけ取ってまたここも内で巻いたりとか、ポイントポイントで内巻き内巻きしていくと漏れなくいい感じになると思っています。で、顔周りはこんな風に外にキュッて巻くじゃないですか。で、ここをキュッてちょっとこうやって外に向けてやると、なんかこういう流れ、こっちもやったんですけど、顔周りでこういう流れができるんで、これでこんな感じになると、なんかいつもの私の髪の毛の完成なんですが、オイルです。髪の毛になじませます。で、最近かき上げるようにオイルをつけて、この顔周りは絶対に忘れず、ここが潤ってないだけで疲れて見えるので、これ動画撮ってるから時間がなくなってきた。とりあえずヘアセットは完成です。あとは準備していきたいと思います。スタイリングってところで買ったブラウスかな。で、イヤリングはクリーコンホルドで、パンツもこちらのクリーコンホルドのグレーのパンツを履きたいと思います。ハイウエストで可愛いんだよ、包帯巻いてみたりして、はい、完成。コーディネートはこんな感じです。あとはリング、
ぐらいかな。はい、朝はいただいた食パンが冷凍していたのでチンして食べていきたいと思います。はい、で、カバンはこれにパンチウサギのお財布入れてます、ね、このカバンもめっちゃ使いやすくて、携帯も入るし、めっちゃいいような感じでかけるようにするから、適当にかけてる時もあれば、ハンドでこうやって持ってる時もある。これが最近登場率の半端ないバッグです。ハンド完成です。こんな感じ。はい、おおー、うん、それでは食べていってきたいと思います。ありがとうございます。バイバイ。